僕もね、まあ、そのまあ学生時代というかの話なんですけども、まあ、高校時代、まあ、高校に、高校1年生の時に、入学して、まあ、僕、まあ、アトムっていう本名なんですけども、知らない 2,3 年生の人が話しかけてきて、君なんかその3兄弟ってよく聞かれてて、いや違いますっつって、いや3兄弟1人っ子ですって、ああそうなんだ分かったっていうのが結構あって、その卒業までの3年間で結構いろんな人、いろんな人から先生からも聞かれたし、いろんな人から3兄弟って言われてたそれだけ、そう3兄弟って聞かれて、いや違います、ああそうなんだごめんねって言いなくなるのがめっちゃ怖い、結構でなんだこれと思って気持ち悪いなと思って、で、まあ、ここ卒業して Facebook を始めて、そしたらまああれいろんな人と連絡取れるから、そしたらある人、全く名前知らない人から友達リクエストが来て、で許可して、でそしてやり取りしてたら、3兄弟ってよく聞かれてたみたいな聞かれてたっていう質問が来た、で、まず来て、いやそうなんです、聞かれてた、なんで知ってるんですかって言ったら、実は僕名前アトムって言うんだよって、なんかいろいろ噂は聞いてたんだけど、その人が俺の、実はその人の、俺の学校の卒業生で、もともとその人はそのここにいたんだけど、その人がアトムっていう名前だった、その送ってきて DM 送ってきた人が張本人で、その人が3兄弟で、僕と間違ってなんか入ってきたと思ってた人が結構いたみたいだから、多分君の噂よく聞いてたんだよって言われて、 あっちはあっちで、あじゃああなたが、あなたと僕間違えられてたんですねって言って、そしたら3兄弟でもアトムってつけるから、ね、俺そのアトム、ね、妹ができたらウランってつく予定だったらしい、怖い話だけど、これも怖い話、怖いけど、でもいないもんね、そう いなくてよかったんだけどいなくてよかったんだけど、はい、でちょ興味本位で、ちなみにその3兄弟って、うん、そのアトムさんの他にお二人何がいるんですか、確かに楽しみと、男と、あの、まあ、アトムが男で、うん、他が男妹らしいんだけど、うん、ちなみにそれが、アトム、トムソーヤ、ハイジっていう3兄弟らしくて、全部アニメのキャラクターそうなんだ、だからそれがそんなにもうそんな人、もう俺結構俺やべえなって、自分の名前やべえなと思ったけど、アトムがやべえ、兄弟含めてもっとやばい人がいてっていうめちゃめちゃすごいメルヴィン兄弟だ、ちなみにその俺の地元もっと田舎なんだけど、俺 そのアトムって人、これ本当なんだけど、同じ年代に3人ぐらいいるんだよ、俺の地元に、アトム世代、アトム世代で、アトム大量生産された時代がアトム世代あったんですけど、そうなんです、めちゃめちゃ怖い話、いやそうなんですよ